日産 GT-RLM ニスモとは日産自動車が2015年のルマン24時間レース及び FIA 世界耐久選手権の LMP1 ハイブリッドクラスに参戦するために開発したプロトタイプレーシングカーである。日産のプロトタイプレーシングカーとしては R391 以来16年ぶりに製作された車両であった。日産は2014年から 同社の高級スポーツカーであり、同社をベースとした、レースカー群でもある GT-R の名前を冠した、車両を二千十五年のルマン二十四時間レースに参戦する、車両として予告していた。全米で、最もスポーツ中継のテレビ視聴率が高いとされる、スーパーボールの CM 枠を、日産北米法人が購入し、現地時間二千十五年二月一日夜の、第四十九回スーパーボールの、 NBC 全米中継の CM 枠にて、新型マキシマとともに、GT-RLM、ニスモの車両が大やけにされた。プロジェクトの主体は、ダレン・コックス率いるグローバルモータースポーツ部門、開発拠点はアメリカ、エンジン開発は日本という体制が取られる。チーフデザイナーのベン・ボール B は、ルマン24時間レースのが0時56枠として、デルタウィングと日産、 ザウド RC という独創的なレースカーを設計しており、今回の GT-RLM NISMO も常識を覆すアイデアを持って登場した。GT-RLM NISMO のサイドビュー通常のプロトタイプレーシングカーは、エンジンをコクピット後方のミッドシップにマウントし後輪を駆動するミッドシップエンジンリアドライブ配置だが、GT-RLM NISMO はコクピット前方にエンジンをマウントし、 前輪を駆動するフロントエンジンフロントドライブ配置としている。フロントエンジンであることから形状も従来のプロトタイプとは一線を画したロングノーズの車体となっている。日産はこれを革新的新型 LMP1 レースカーは他に類を見ないマシンと説明している。ユニークな FF 方式のレイアウトを取ったのは空力を優先したためだという。ルマンプロトタイプのレギュレーションでは リアよりもフロントの方が空力設計の自由度が高いのでフロント側で重点的に空力開発を行った。車体設計上ダウンホースの前後配分と車体の重量配分を合わせるのがセオリーであるためフロントに重量物を配置することになった。前後の重量バランスに比してタイヤ幅も前輪 310mm、後輪 200mm と異なっている。 モノコックは前後部の幅が細まったボートのような形状をしている。その両脇にエアダクトが取り付けられ、フロントから流入した空気がダクト内を通過し、リアディフューザー上部に排出される。この構造によりドラッグ削減が見込めると説明されている。ダクトを通す空間を書く。エンジンは3リットル60度、V6 直噴ガソリンエンジンにツインターボを装着し、 コスワースのエンジンコントロールユニットで制御する。市販モデルの直型 GT-R のエンジンはこの車両のものをベースとする可能性があるという。前述のダクトの関係上、排気口はボンネット上に設けられている。回生装置はフロントにトロトラック製の機械式、フライホイールを搭載。ライバル車と異なり、電力変換を行わず運動エネルギーをダイレクトに、 フライホイールに伝えて蓄えられるという。モーターを装備せず、プロペラシャフトを介して、後輪を機械的に駆動し、パートタイム 4WD となる設計。放出量は8メガジュールを目標にしたが、2015年は 2MJ を選択した。コックピットの足元にフライホイールが位置するため、ドライバーは膝を抱えたような窮屈な運転姿勢を強いられる。 2016年シーズン参戦用の車両では、トロトラック製に代わって、新たなサプライヤーがシステムの開発に当たっていると見られている。5速トランスミッションはエンジン前方に置かれる。ジャーナリストのサム・コリンズは、電装系ケーブルや冷却パイプ、エアダクト、ラジエーター、サスペンションパーツなどがエンジンやトランスミッションの周囲や上部を這うように配置されており、 エンジンやトランスミッション周りの作業を行うことはほとんど不可能に思えたと実感している。走行中ドアが開いたままになるトラブルに見舞われた21号車2015年の FIA 世界耐久選手権に開幕から出場する予定であったが2015年3月初めに行われたセブリングテストを2日間で打ち切った。4月と5月の期間を重点的に車両の開発と テストに当てると、方針変更し、第1戦、シルバーストン6時間レースと、第2戦スパ・フランコルシャン6時間レースには、出場しないこととなった。第3戦、ルマン24時間レースへは3大体制で臨んだが、予選では、トップのポルシェ919から20秒落ちで、LMP2 の1台をも下回り、110%落ちのタイムに達することができなかったため3台ともグリッドを、 降格された決勝では21号車は開始10時間のところでフロントタイヤが外れるトラブルでリタイヤ。23号車はリアサスペンションに問題が発生し残り1時間のところでリタイヤ。22号車は開縮時間のところで障害物にぶつかりレースから一時脱落。車体を修復してレースに復帰し24時間を走りきりチェッカーを受けたが 規定周回に満たないため乾燥扱いにならなかった。信頼性不足のためハイブリッドシステムの使用を諦め、エンジン出力のみで走行していたという。またサスペンションの強度不足から遠赤に乗らないように指示されており、ドライバーはレコードラインを外すことを強いられた。しかしそうした縛りがあっても、なお、決勝中のベストラップは重量、出力で上回る LMP によりも早かった。 チーム側では、挑戦初年度において、3台のうち1台はフィニッシュまで、導くという目標を達成したと、自己評価したが、プロジェクトへの取り組み方や、準備不足に対して、疑問の声が上がっている。レーシングカーデザイナーのユラタクヤは、他のメーカーに、失礼と日産の準備不足を批判し、また、レース中に解説を務め過去にワークスドライバーとして、日産からルマンに参戦していた。 ハセミ・マサヒロは、LMP により遅いペースで走ってデータ取りなど意味がないなどとレース関係者が通列に批判していた。8月には、WEC 第4戦以降の参戦を延期し、車両開発に専念することを決めた。10月1日、正式に、ルマン24時間レースを除く WEC の2015年シーズン参戦の欠場が発表された。 11月末に行われたニスモフェスティバルでは、ニスモの宮谷章一社長が来年に向けて今開発をかなり取り組んでいて、来年にはしっかりと戦うことができるようにしていますとファンに向けて説明したが、結局12月23日に2016年度の WEC 及びルマン24時間レースへの参戦の中止が発表された。この時プレスリリースとほぼ同時に、 インディアナポリスに存在するファクトリーの従業員の解雇通知が E メールで通達され驚いた従業員らはファクトリーに押し寄せたが入れさせてもらえず完全に締め出されてしまった。同2015年にはベン・ボールビーがチーム代表を退いてマイク・カルカモに交代し10月30日には日産のグローバルモータースポーツ部門を率いていたダレン・コックスが LMP1 プログラムの中心から外された格好となって退職したことが明らかとなった。その後2017年シーズンに至っても、このマシンの動向は全く明らかになっていない。このようなことから、モータースポーツ市場に、日産のモータースポーツへの取り組み方について会議的、批判的な論調の記事が多数掲載されることとなった。なお、 日本のニスモが開発したエンジンの VRX-30A はノートラブルで評価も高く2017年に LMP1 プライベーターのバイコレスに供給された。しかしルマンではオープニングラップでクラッシュ WEC はシーズン途中で活動休止と戦果を上げるには至らなかった。ありがとうございます。